はい、どうもこんにちは、まさやんです。本日もジャッジアイド続きやっていこうと思います。撮っての間にね、ストーリーを進めたというわけではなく撮ったんですが、声がね、ちょっと出さずにやっておりました。多分ストーリー的に一回ね、開いた。もう一回一回もうこれいらないだろうと思うけど、鍵ぐらい。結構胸、ね、こんなんインストーリー評判で、まあまあ評判50ってことは全員ね、あれなんですよね、軽犯透明の下部4人を倒す。どうなんでしょうね、サイドケース50件とかで全部もう終わらせるってことですかね。今多分とりあえずストーリー進めましょう。見ましょう。綾部さんがね、来るらしいんで、綾部ことね、滝藤さんが来るんで、同じ意味やな。今勝手に人んち上がり込みや、それが捜査資料、ヤクザが泥棒に入られえ、札が大勢事務、松金組の件は事件にはなってねえ、金はそ情報毎度来なかった場合どうなんねやろな。ちょっと気になるとこだけど、わかりやすい。刑事がどれくらい星追ってる時間よりしょ1年前強盗に、多分な、強盗はまず事務所に入る組員に紛れて、でその資格で組員、その時事務所は午後3時、そして強盗は油断し、強盗は一人だ、強盗は怪盗に銃は本で脅されるまま、ここまでが話聞いてると、ああ金庫の場所や地区民の中に、それはそ、なんか怪盗さんが不自然んさて、さっき俺はだが実際に、え、東強盗が金を奪っている、まさにそのと、なんだてめえ、金庫を開けろ、逆らえば撃ち殺す。面白え、やるなら一発で殺せよ、でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。分かった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。
東はそこで強盗の顔つきや体つき特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。海藤さん、だから海藤、そして消えた1億、これでやっと腑に…だろ。でもその後犯人の素顔を見てた。金を取り戻せばそれで。なるほど、わかるか。でなきゃあんたがこの事件を知ってる。で、そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。今そっちのそんな言う俺に言わ、まあとにかく。じゃあつまり赤花を見つ、代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなった。赤花、東から何も聞、まさか。さあでもどうだ、1年前俺も。とりあえず、赤花君を探しましょうと。いい加減にしろよ。次なんだい、赤花。いや、あ、それ。もしもし。意外にね、こういうの。ピック通りに進む女性に、まあ、そこはちょっとね、またやりましょう。
あら。ありがとうございました。出てくんなや、変なの。食っちゃったよ。
赤は俺らの会った子どこに知らん何かいいや大体こういうのはお酒おごるっていうかそれっぽいことだよねふざけんなよお前らしばらく寝とけっての。来た。やっぱ俺はそうです。しばらく寝とけっての。いい加減にしろや。
ったく、時間食っちゃったよ。ちょっん人をさあかんそうでけど本当ねえ構いませんいいよ兄ちゃんちょっとこれは最近カムロ町振興会が当たら V 体感型アトラクションでそのプレイパスがあるとへえ見事クリアほらこの動き仲間たちも兄ちゃんなら若いし期待おもしおおヤガミさん。ああ。嬉しいな。いいよいいよ。あ、これなんかあるな。しっとり来るかな。はい。あ。いや。お願いします。ああ。難しいね。あ、腰って。よし、ゲームスタートだ。怪しいな。はい、出ていこうや。どうしたの、お前。ところで。広島男児でよ。ここだ。よし。ええ、調子だもん。せーの。ウェインジョンだよ。
まずいな。あ、こういう、なんだ、こういう戦闘になるシステムなんか？もしかしたら。ちょっと時間があったかな。今だ。どっちかな。ファイターやな、まさに。今だ。ついてるな。どんどん来い。ここだ。こちら。まずいな。出せよな、ちょっと。さあ来い。これで上がりだ。よっしゃ。コングラチュレーションズ。Oh, no!
ったな。あちらで通ってもよかったかもな。時間食っちゃったよ。寝とけっての。いらっしゃいませ。もしもし。先生ですか。どうもどうも。今日お茶さんですか。こりゃうまい。え？はあ。八神さん。
はい。ありがとうございました。お、まだあんのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。みたい、そんなセーフ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。寺原直太郎、直太郎か。矢上です。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。
気に入った。ありがとうございました。本当ですか？やった？あー、よかったな。ダーツがいいな。はい。こういうのいいね。さすが、読めたね。出させてもらうよ。早いなこれメーターが。あ、しまった。よし。どうした？ナイスと。どうしたじゃないよ。キムタクに、キムタク鼻持たせて。決める。よしよし、決めて決めて、キムタク。そんな。よし。いや、キムタク。よし。よし。ナイト。これ、オーバーしたらいかんのやつか。ダメだったな、多分。あ、5分の3だからいけるのか、多分。そんなもんかい。大勝利ですね。はい、出た。
負けました。やった矢神さん。くっそー、負けちゃった。そうですね、ちくしょう、頑張りたかったのにダメだったな。はい。あ、はい。ああ。おう。いえ。矢神さん、彼は探偵兼弁護士ですからね。ありがとうございます。はい、500。お、矢神さん、似合わない。ヒヒ、あー嬉しいね。クソみたいな会話ですね。しばらく寝とけっての。
どうも。時間食っちゃったよ。おっさん。おーに。ば。おお。ところでよ、残念ながら赤鼻。ん？そう言ってる。なあ、もう見つかった。いや。なら、この辺。そ。いいん。あ、ん？俺が…さあね、早く行かない…これから自動…本人はいない…綾部…ただ…公園ですね。あったたたた、ここまでやってからストーリーをやめましょうかね。あったた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 、いや、炊き出し、ここじゃ。俺に何？ああ、赤鼻に頼まれてな。おりゃ、うわっ、うわっ、思ったよりみんな年食って。なんで？あんたら赤鼻を…いや…一年くらい前、銃で撃たれ…銃？いや…俺らは警察が好きじゃないし、死体だってもう…それでも俺らは…誰が…ただ…わからねえ…だから…あいにくだったな、ガキンコロ…遅かったな…一年前に…おう、1年前、
その頃となると俺には銃だって銃くらい東にあんたもあんたはああありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。では失礼します。